か、なんか人間に対する興味がすごくあって、実際にいろんな国に行った体験とか、あるいはそこで出会った人々とか、あの人間を人間にしているものは何なんだろうとか、そこがすごくずっと気になってて、まあ、その中であの人間と神の関わりっていうことを儀式っていう言葉に一つ捉えて、漆で祭壇のようなものを作っていったんですね。それがまあ作品作りのまあスタートです。大学生になったらあの外国に行きたいっていうすごい気持ちが強くて、もうタイに行ったり韓国に行ったりインドとかネパールに行ったり、まあ、学部だけでもあの4カ国旅したんですね。お寺もそうですし、仏像もそうですし、絵もそうですし、工芸品もそうですけど、こう見ててこう心に迫るものとね、そうでないものがある、この違いは何だろうかっていうのはすごく気になったんですね。あのなんか自分が信じてる神様みたいな存在に向かってこう捧げるみたいな気持ちでね、作る心を込めて、そして作り上げたものはきっと何か見る人にこう訴えかけるんじゃないかっていう、まあ、それがあの最初の作品のシリーズの、まあ、儀式っていうシリーズになっていたんですね。作品を通じて人間ということを、まあ、探求するということの中に自分の、まあ、柱になるような一つの信仰を持ちたいなという気持ちはあったんで、27歳の時に、まあ、クリスチャンになったんですよね。それまではなんかこう第三者的に人と神様との関係みたいなのをこう儀式っていう言葉に捉えて、まあ、祭壇みたいな作品を作ってたんですけど、自分が信仰を持ってみると分かったんですけど、自分自身の生き方が問題になるというか、なんか外から第三者的にこう眺めることはもうできなくなっちゃった。それまでインスタレーションの立体作品を作ってたんですけど、平面的な漆の作品に変化したんですね。それは なぜかといったら、こう自分でも気づいてない自分の内面をこう掘り下げる一つの作業として漆を塗り重ねて研ぎ出すことで、こう自分でも思ってみなかったようなこうものが出てくるというかね。それでまあずっと平面買ってた、そうでもなくて今は立体も平面も両方やってるんですね。だから平面でやったことがもう一回立体にあの生かされてる面もあるし、立体でやってることが平面に生かされてるっていう、まあ、そういう今総合的な関係になってますけどね。その漆に塗りとしての魅力を感じる人は多いと思うんです。それはもうあのもちろん出発点としては艶やかな美しい塗りっていうのがあるんですけど、やっぱりマキエとかラデンとかそういう装飾表現っていうのがすごく魅力で、で本当にそれは豊かなんですね。漆っていうものと装飾性っていうものが生かされた力があるね。最初の話に戻るんですけど、相手にインパクトを与える、あるいは心を打つような表現ができるんじゃないかっていうことをずっと思ってますけど、日本では1万年近く前から日本人が漆を使ってたっていうことがはっきりしているので、やっぱり1万年っていう長い時間をかけてこう育んできた人間と漆の関係性みたいなものがすごくあの興味があって、だからなぜ漆を使うのかっていう時に、素材としてこんな魅力があるから使いますよ、こんな美しいんだからいいじゃないですかっていう言い方ももちろんあるんですけど、私の場合はどちらかといったら、こういう歴史、まあ、人間との関わりっていう中での位置づけみたいなものを重視しているというか、まあ、漆っていうものにもう一度今の時代しか生み出せない新しい価値をこう与えてやりたい、あの、まあ、自分もその1万年の歴史の一つ流れの一通過点として漆に関わっているわけですから、今でしかできない今の漆のこう表現というか、あるいは漆を使う意義みたいなものを発信していかないといけないなというふうに思っています。